これから姫川温泉に向かいます。やってるかな今日は。どうだろうね、この前やってなかったからな。雪は少ないな。だけどこれ少ないね。ああ5センチぐらいしかないんじゃない。あれ今日休みか。やってるでしょ、のぼりが出てるけど、うん、え休みやってないね。休みだった。またしても、うん、木曜休みか。どうしよう。ここら辺にいっぱいあるけどな、日帰り、うん、すごいねこれ。ビュービューじゃん。温泉かな。滑るでしょう。お水かな。ここだよね。これ行っていい道だよね。そうそう、行っていい道。車通った後あるもんね。なんて書いてある。大型中型通行禁止 3.5トン。大丈夫だね。怖いな。どう行ける。ここがすりそうだ。本当だね。さあ長野県に入りました。はい。さあ明日はねまた天気がいいらしいから、うん、そりゃ一回は八方行っとかないとなと思って。そうだね、白馬八方に行こうぜ、うん、ね、1週間だけアースホッパーパスで白馬八方滑れるから、うんうん、これは行っとかないとやばいよね。行くしかないでしょ。行くしかないよね。今ここ0度だもんね。結構温度が高い。もうだってそこ大谷の道の駅でしょ。そうそう。それでこの真冬でこれって多分ちょっと温度が高いから、うん、ちょっと雪は重いと思うんだよね、うんうん、だ一番上の方行けばいいかもしれないけど。そうだね、うん、私たちはちょっと白馬八方を満喫したいから、うん、今日のうちに白馬に行っときます。はい。雪が道路に積もってきた。滑りそうだな。そうね、この文能線本線っていうのはやってないのかな、ね、この左行ったら文能線本線だって。うーん、行ったことないね。ないね。教えてもらったとこかな。ツルツルヌルヌルだっていう、なんか教えてもらったとこはない。子も閉まっちゃってたんだよな。もうちょっと吹雪いてるじゃん。ねえ、風が強いの。今日は風が強いね。はい、あと9キロ。はい。ここ右です。雪が少ないな、今年は、うん。なんか圧倒的に少ない気がするんだけど。すげえ風。本当だ。多分これせっかく今日降ってもさ、うん、全部吹き飛んでるよね。そうだね。多分な。残念ながら。残念だね。特にあの上のさ、うさぎ平とか、うん、木もないからピューピューでしょ。ピューピューだもんね。なあ、そこね。なんかこの前さ1ヶ月ぐらい前津賀池行ったじゃん、うんうんうん、その時より雪が少ない。どうだろう、こんなもんかな。こんなもんだったかな。ね、もっとあるよな。そうそう、もっとあると思うけど、とりあえずご飯だね、どっかで。うん、グリル、こうやって何屋さん、とんかつ、うんうん、ハンバーグか、オムライスとか。ああ、いいね。そういう感じ。洋食屋さん行ったことないね。うん、入れるかな。この通り 400m。右側か。右側。ここだ。どれだ。止めれるね。止めれるね。よっしゃ。今日はオムライスのデミグラスソース。1100円。とチーズリゾット。1400円。大盛りにして。あ、大盛りか。うん、で、サラダセット。サラダセットにすると495円。サラダとコンソメスとかつく。いいね。初めてだね。結構迷っちゃうよね、これ。迷っちゃう。すげえ迷ったよ。トマトチーズソースのハンバーグとか。ご飯も迷ったぜ。結構美味しそうなのがいっぱいある。サラダセット。美味しそう。コンソメス。いいね。サラダもすごいね、いっぱい入ってて。ごまドレッシング、ごまとなんか。ごまとなんだろう。え、美味しそう。すりおろしでいいのかな。違う。いただきます。チーズリゾットが到着。わぁ、美味しそう。すごい。いただきます。どうぞ。絶対美味しいやつだよ、それ。あいつのこれ、まあ、見た目から美味しそうだ。すごいチーズ。
美味しそう。私にもちょうだい。うまこれ。食べてみ。うん。やばいね。美味しそうだね。最高だね。ちょっとこっち先にいただこうかな。そうなんよ、これ。チーズの香りがすごい。そうそう、すごい濃厚。美味しいね。次はオムライス。こちらもオムライス。こちらがから。すげえ、サムライライス。いただきます。あ、すごいね。うん、あ、おいしい。おしなもんでみらすなと。すごい赤ワインかな。おいしい。おいしいね。うん、わあ、うまい。ね。これは最高だ。ああ、一人目でなんだ。よし、では行きますよ。美味しかった。美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかった。急いで入ってよかったよ。うん。もう入った瞬間に今日は予約の席で全部待ってますってね。そう、なんかね、多分予約、ほとんど予約なんだと思う。で、座席が少ないから1、2名様でお使い、ご利用くださいって書いてあったから。でも確かにちっちゃかったもんね、全部のテーブルが。そうそうそう。だからワイワイ騒ぐ感じじゃなくてさ。うん、だからいいよね。そうそうそう、うん。雪が少ないと思ったら昨日雨だったんだって。そうみたい。今年ちょっと少ないですねっていう話をしたら、昨日とかも雨だったんですよって言って。あ、そうなの。溶けちゃったみたい。ああ。で、今日はでもそんなに積もるほど。降ってないって。ね、降ってなさそうじゃん、これだと。まあね、うん。だから明日はゴリゴリだな、多分ゴリゴリだと思う。まあいいじゃん。ピステンかけた後だったらいいよね。いいけど、まずね、 P6 駐車場を見てっていい、うん、P6 に明日止めようかなと思って、うんうん、いつもは P8 とか P9 とかさ、国際とか作家とかあっちの和田野の上の方に止めるでしょ、うんうん、けどあれだと上行くのにリフト3回4回乗らないとダメでさ。そうだよね。できればあっちの方が P6 がジャンプ台側だから、うん、でも止めたことないからね。あの、ノルウェービレッジの近くだと思うんだよな。ああ、そうそう。で、なんか俺見た記憶があるから。うん。うん、でも今日は危ないぞ。もう、ゴリゴリ。このジャンプ台だよね。見れるって、この前教えてもらったんでしょ。そうそうそう、道の駅で。道の駅でね。声かけていただいた方にね。うん、なんか、この、何ジャンプ台。そうそう。ここのジャンプ台の上に、いくらできますよって言って。行きたいな。見てみたくない？まあ、色もこれだ。わ、すげえいいじゃん。ここから、あ、こっちもそうなんだ。ここから何？リフトは？で、そこでしょ。すぐそこでしょ。いいね。うん、で、ここの八歩はね、夜はダメなんだ。16時から朝6時までは止めれないはずだから。うん、明日の朝来ようかな。ここに止める。で、そこでしょ、もうけれる。近いな。意外と。すぐそこなんだ。ね。結構近い。そうそう、ノルウェービレッジもすぐそこだもんね。上だよね。もうちょっと上の、うん、明日ノルウェービレッジでコーヒー飲んでもいいし、うん、あー、白馬焙煎工房行ってもいいけどな、うん、明日こそは。なんか白馬すげえなと思ってたけどさ、うん、ちょっと前にセコンに行っちゃったらさ、うん、やっぱちょっと規模が違うね。まあさすがに、さすがにな、うん、世界的なホテルがボコボコ建ってるところとね、うん、じゃあまだこれからだって感じだね。でもさ、うん、共通して言えるのはさ、ラーメン屋さんが人気だった。ラーメン屋さんと居酒屋は人気ってこと。だから要は外国の人もバブリーなとこじゃなくて、そういう日本的なものを求めてんじゃないかな。うん、もうもうっていうことだよね、うん、あ、そうそう、2つね、まあ、長期滞在する上でね、うん、そうだね。おお。すげえ、何かと思ったらインスタか。こんな暗くて撮れんだな。あー、でもすごいな、白馬も。お店はいっぱいだね。ねえ、うん、あのめちゃくちゃ美味しいコーヒー屋さんはここか。サンズライクカフェもそうだし、この前行ったの、あ、この前のも過ぎたか。 これがサンズライクカフェか。
混んでんな。まだ7時だぜ。7時前でもうほぼ満車じゃん。すんごいね。さあ今日は、おおすごいね、もう超並んでる。朝8時です。じゃん、今日は八方です。アースホッパーです。おお白馬八方、うんね、3日前はニセコです。おお、こんな感じ。おおすごいね。天気が晴れの予定がさ、なんか雪だな。ねえ、快晴の予定だったんだけどな。おかしいね。なんでだ。とりあえず頂上登ってみるか、リーゼンクワットをちょっと一回乗って降りてみる。そうだね、そっちの方がいいか、せっかくだし。朝まだ綺麗でしょ。そうだね。次リーゼンクワットだね。うん、ついに来たね。もういっぱいじゃん。わあすごいね。どこだ？これだよね、超速いリフト。そうそう、すげえやつ。最近どっかで速いの乗ったからさ、うん、どうだろう。やっぱ早いね。早いね。早いね。今日はさ、多分やばいぞ、雪。バリバリだからさ。バリバリっぽいね。一昨日雨だったって言ってたじゃん。まあ、上の方は雪だろうけど、結構湿った雪で、で今日冷えてるから。硬いだろうね。硬いからちょっとよく板がす、あの走るでしょ。うん。早いと思うの。いいね、やっぱり向こうは。いいね。あ、向こうに岩竹が見えてる。あれ岩竹だね。チャバティのところ。うん、ほら、チャバティが見えてる。結構寒いな、上がってきたら。うん。いいね。いいね。ちょっと見えてるけど、山が。晴れるかな、どうだろうね。わかんないね。うん、このピーロクいいな。めちゃくちゃ便利だな。ね。なあ。もうすぐこれに乗れたもんね。2本目でリーゼンに乗る。でも激混みだったじゃん。もう朝6時過ぎ、7時前でさ、うん、もうかなり埋まってたからね。ゴンドラの頂上、ここが、ね、こっから、あ、こっからあと2本ぐらい乗るのかな。 あれ、今日上止まってんのか。うん、やってないね。やってないな、あれ、なんでだ、これからか。どうなんだろうね。はい、到着。聞いてみよう、今がここか。うん、うさぎ平テラスへ、もうあと1本、2本か、で、頂上か、うん、まだ動いてないのかな。動いてないだけじゃない、ね、来るからかな。まあいいか、行けるって言ってたよ。うん、一回降りていくか。うん、一回トラブルだって。あれ開かない。いや、直り次第動くって。あ、そうなんだ。しょうがないね。うん、thank you.
動いたよ。そうそう、アルペンクワットが運行を始めました。今放送入ったぞ。あれだな、わー乗ろうか。いっぱい乗ってるね。ほんと？あれ乗ったら一番上行けんじゃないの。一番上行けんのかな。これでグラートだっけ、グラートだかなんだかで、ね、一番上のさ、あ、歩くところあったじゃん、うんうん、八方行き行くときに、うん、俺らはよく歩いたやつ。リストが凍ってるバリバリ。すごいなこのリスト。結構前、なんかマイナス10度くらいじゃないんだよね。ねえ、ねえ、結構昨日降ったんだけどさ、風がすごかったもんね、うん、そう、全部飛んじゃっただろうね。飛んじゃって下の雨でジメジメになってるんだけど、残ってさ、うん、バリバリ凍った状態です。でも上はいいかもよ。そう、ね、どうだろう。やっぱでっかいね。大きいね。スケールが違うね、やっぱり、ね、めちゃくちゃ広い。すごいじゃん。上の方はちょっとガスってるね。ちょっとね、抜けたらいいけどな、どうだろうな。レストランあるじゃん。ピラー？ピラーじゃない？ね、うん、どっか休憩したいね。ねえ、ハウスでマイクリソースを、なんか並んでるね。待っとこうかいって。今パトロールのチェックだから、あと何分かで開くかな。分かんないね。降りてきたら。降りてきたらチェックが終わったら開くって。でももうリフトは動いてるからもうすぐだと思う。これで一番上まで行けます。もういいのかな。入った入った入った。青空青空青空が出てきたね。やったね。ボコボコか。ボコボコかな上は。ねえ。こっちの端は待ちかなと思ったけど、どう？端は通れるのかなこれ。わかんないね。結構さ、下は真っ白だ。ちょうどこの間が霧だね。うん、これはちょっと晴れてきてる。山は見えない今日は。だね。ちょっと見えてる。あ、見えてるじゃん。ああ、消えた。また。ああ、ちょっと見えてるよ。ほら見えてる。うん、見えてる見えてる。真正面この八方池の方は。うん、本当だね。すごいな、やっぱり綺麗だね。うわ、すごいね。なあ、なんか結構登山の人もいたね今。うん、本格的なアイゼンと行けると思って。わあ、寒いな。わあ、すごい。男子格好スタート地点1700m もあるんだ、ここ。こりゃ寒いね。わあ、すごいね、上が見える。わあ、すげえ。
ここの石で休憩する？すごいね。見えたね。すごいじゃん。超綺麗だな。うわ、すげー。うわー、すごいね。下行ったらもうちょっと見えるのかな。ちょっと行ってみようかな。よっしゃ、行ってみよう。ヤッホー。ああ、上のが雪はいいね。なんか何、中腹にレストランがあるの？あ、やべ、これ真ん中か。端っこにいると思ったら、ちょっと端っこ寄るか。レストランピエール？ピエール？ピエール？あ、あったじゃん、さっき。ピエールでしょ、リフトの降り場にあったじゃん。うん。あ、美味しいんだ。行ってみる？ピエールね、あったあった、さっき。充実というか、あれでしょ？あれあれ、あれだよね、ピエール。あれ、ピエールって書いてある。うわ、ボコボコだ。ピラールでいいのかな。ピラールだよ、これは。ピエールだった。ここさ、うん、ボコボコじゃん、手前すごいボコボコだった。奥をね、ずっと行くの、うん、あれ越えちゃダメだよ、バーは。バーというか、うん、ポール、ポール際に行くとさ、あの端っこ、雪だまりがいっぱいあって、うんうん、めちゃくちゃいいよ。本当？行ってみよう。行ってみよう、うん、あ、もうバレたかな、もしかしたら。ピラールだね。なんだ、ピエールだと思ってさ、ピエールないじゃんと思ってもう一回乗っちゃったけど、ピラールだった。あれか、うん、コース料理があるの。ああ、食べれるのかな。うん、やっていただいたんだけど、うん、あ、でも予約しないとダメだったかも。本当？ちょっと見てこようか、うん、次ね。ああ、惜しいな。もうちょっとだね、うん、さっき見えたけど ね、すごかったね。見えてんの、うん、石鹸みたいなのは見えてる。晴れそうだけどな、うん、
こっち降りんのかな、違うよね、うん、ここはでもどこにしてもなだれちゃいそうだよね。今日なんかなだれ注意報出てないのかな、出てるんだな、あ雨の後の雪だもんね、まあ、ここら辺はずっと雪か。あー見えてきたじゃん、うわすごいね、ここだけ頑張って抜けようか。大丈夫？これか、ピラー見てみましょう。今日は満席ってなってたね。それでなんかうん、インスタのダイレクトメッセージからも予約できますよって言って、おうおうおう、で予約レストラン予約すると ここまで上がってくるリフトかゴンドラから1350円で上がれるみたいな、ね、ゴンドラとリフトがいるんじゃないこれは、うん、アルペンリフトとしたゴンドラだもんね、ここまで来る2個乗らないとダメだもんね。赤黒菱から来たらいいんだね。あそうそう、これそうだよね、夏の場合は黒菱に泊めて黒菱のリフトに登ってもいいしって言ってたよ、うん、すんごかったね、なんか、うん、この手前がカフェテリアでさ、うん、スキー客めちゃくちゃ混んでたけど中はなんかテーブルクロス引いてさ、そうそうそう、高級感あったね、コース料理、うん、あ食べてみたいね、ねえいいな、夏がいいかもね、夏は比較的空いてる。あそうなんだ、うん、あ残念食いっぱくれましたまあまあしょうがないねよし、じゃあ降りていこうか。次はあっち側、アルプス、なんていうコースだったかな、この坂の方に行く道だね。上もあったね、駐車場が。本当だ、ここが国際
第2ペアだっけ、第1か第2かのペア。いい匂いしてんなこれ。結構やばいねゲレンデが、土出ちゃったりさ、もう溶けちゃってたりさ、途中はさ氷の塊がゴロゴロしててさ、普通潰れるじゃん、ボコンって言って。そうなの。なあ、ピークだけどな今シーズンの2月の頭、ね、これは大変だね今年は、うん、白馬でこれだもんな。あー、この感じも春だね、木の横が溶けていく感じ。まだスキーが浸りないんだけどな、もうちょっとやりたいよな。これから寒波が来たらいいけど、2月も高温って出てたしな、困ったな。なあ本当にこのリフト超長いな、まだ半分だぞほぼ。まだこんなあるの、なんか15分とか20分乗るっぽいね。もう一個教えてもらったのがリーゼン小屋っていうのがあるの。どこだ、でもリーゼン小屋だから駐車場の方だよね多分。ね、多分駐車場の方だから戻っていくか。今国際、反対側だね、反対側に一番向こうだね、を戻ってってリーゼン小屋でお昼食べれたら食べようか。本で耐えれないかもしれないけど、うん、なんかもう一個乗らないとダメみたい。国際第3ってやつだね、うん、ここさ去年めちゃくちゃ気持ちよかったところ、うん、そうだね、リーゼンスラロームも降りてリーゼン小屋だね。ちょっと場所が分かんないからさ、ところどころ泊まりながら行こうかな。いいよ。よし、頑張ろう。ありました。超うまそう全部。カツ丼、親子丼。俺チャーハン大盛り。親子丼900円安いな。超いいね。この給料。うどんもあるよ。椎茸マシマシ250円なんだ。すごいな。いいねここ。超良くない。なあ。ね。本当に外もあんじゃん晴れたら。はい、親子丼来ました。いいねこれね、こんなにいっぱい、すごい野沢菜の量だね。野沢菜がいっぱいついてるよ。850円だったかな、安いな、いただきます。うん、おいしい。おいしい、うん、いいね。野沢菜最高で。そりゃね。うん、うまー。野沢菜うまー。うまいね。じゃあ、大盛り。うわ、おいしそうな茶わん。で、俺より先に食べた。うん、おいしい。あ、そう。いいね、こんなになってたもん、こうやって。最高最高。あ、すごい。何これ、カレーっぽいね、福神漬けってね。福神漬けついてなあ、いいね、うん、いただこう、俺もお味噌汁じゃないんだ。あ、本当だ、あ、そっちお味噌汁なの。うん、本当だ。ごちそうさまです。
美味しかった。美味しかったね。一番端っこ行ったら戻れると思うよ。あっちにコースがあるのか。あっち行けるかな。あれリーゼンの乗り場じゃん。リーゼンクワッドの。よし、出発。出発。雪がちょっと悪かったね。うん。あまりにも。こんなことあるってぐらい悪かったね。そうだね。なあ、春みたい。なんか、下がアイスバーンで。ね、ゴリゴリだったね、うん。もう全面アイスバーンぐらいの勢いだったね。ついに。やってるでしょう、これは、今日は。やった。おお、すごい。ああ、美味しそうだね。これに来たな、これ。ティラミス。ティラミス。うまいよな。絶対美味しいやつ。美味しそう。何頼んだの？カフェラテ。カフェラテが745円。めちゃくちゃうまい。飲んでみて。うん、ね。香ばしい。うまいな。メープルパレードだね。745円。どう？楽しいなもんだ。そう、ここにも匂ってくるよ。ここまでいい匂い。クリスマス来た。このカフェラテめちゃくちゃ美味しいな。美味しいね。こっちも美味しいよ。本当、ちょっと後でちょうだい。どれどれ。メープルハニーラテ。バニララテ。美味しいね。美味しいね。あ、超美味しいねこれ。うん、ティラミス。うわ、美味しそう。すげえ。いただきます。いいね、そのティラミス。あ、なんか入ってる。コーヒー豆。コーヒー豆だ。こっちの上にね。久々。美味しいティラミス。なんかすごい柔らかくて美味しそうだね。すごいよ。なんかさ、安いティラミスはさ、硬いじゃん。わかる？もういいね。一番好きなティラミス。私ももらおう。やばいよこれ。あ、すごい。染みてる感じ。そう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 。美味しい。これ結構大人なティラミスだ。そう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 。あ、甘いやつじゃなくて。そうそう、うん、あ、最高。止まらないでしょ、うん、あげるよ全部。一人一個でもよかった。なあ、ここはさ、うん、あのこだわりのお豆のコーヒーも飲むことができるんだよ。こんな感じで。すごいよね、これ。究極のコーヒーみたいな感じだよね。究極のコーヒーみたいな ね。コロンビアの。ね。すごいね。とかさ、この
メキシコとか、やっぱ南米とかが多いんだな、コロンビアとかメキシコとか、ね、中米、南米がメインなのかな、だよね、多分。エチオピアだ、エチオピアを、ね、とブラジルさん見て、日本代表するバックカントリー旧エリア、この1ヶ月でほぼ行ってるな。ニセコに赤い川、赤い川はキロロのとこでしょ。大雪とかちはさ、空港から奥入ってったところ、旭川空港の、うん、で八甲田でしょ、八甲田行ったでしょ、ガさんは湯殿さん行ったじゃん、うん、で鳥海さんは行ってないな、で神楽は、まあ、新潟苗場のとこでしょ、うん、妙高白馬、うん、ほぼ行ってる、ね、ほぼ行ってるけど俺らは全部スキー場見てこれ、八方でしょ、うん、今日、うん、で3日前にニセコ、うん、その1日前モイワ、うん、北海道でキロロ、うん、カムイ、旭川、うん、ナヨロ、うん、で東北でアッピー、田沢湖、下東、うん、湯殿さん、舞妓、津賀池、結構行ったね、赤缶、知らないうちにロッテアライリゾート、竜王スキーパーク、ここからだね、冬は。ようやく行きた、ようやく、めちゃくちゃいいな、美味しかったな、あ最高でした。これは空いてたら絶対行った方がいいな、うん、すごいもんな、あうまかった、コーヒー美味しかったね、コーヒーもうまかったし、もうティラミスよ、美味しかったね、感動のティラミス、感動だったね、俺としてはさ、うん、ティラミスだけずっと食べたいな、あいやコーヒーも相当うまいからさ、うん、もうコーヒー好きの人はもう満足絶対できるじゃん、うんうん、でもティラミス好きとしてはさ、こんなうまいのあるっていうぐらい美味しかった、美味しかったね、なあ、で、まあ、白馬を今日は後にして、まだあと1回ぐらい来るかな、白馬はね、うん、あとコルチナとかもさ、アースホッパー使えるし、うん、津賀池ももう1回使えるし、うんうん、雪がベストだったらね、そうだね、来たいね、もう1回雪が降ればね、ねえ、うん、よし、ではちょっと長野市の方に向かおうかな、はい、うん、温泉入りに行こうか、うん、ね、寒いから、寒いからね、白馬の温泉どこも混むからさ、うん、まあ小谷の方行けばいいんだけど、うん、昨日小谷の方から来てるから、うん、ちょっと長野市の方に行きます、はい、さあこれで長野だね、うん、温泉ね、ここも入れんだよな、物見湯さんで、うん、そうだね、だけどここは前にも入ったし、まあ新しい物見湯さんだから入れるんだけど、うん、お布施の方の温泉行こうかな、うん、あそこすごいもんね、硫黄、うん、の匂いがすごくてさ、うん、すごい泉質が良さそうじゃん、そうだね、うん、であそこも物見湯さんで入れるから、そうそうそう、あっちの方行こうかな、はい、まあ、ここら辺何箇所かあるんだけどね、物見湯さんで入れるところも、そうだね、うん、キナサとかも入れるし、そうキナサもあるし、ここもそうだし、あと長野の方行ったら今ちょっと休みだけど松代温泉とかさ、そうそう、リンゴの湯とか、ね、あ、リンゴの湯もあるか、そうだね、あとポンポコの湯か、うん、中野の方だけど、小川村に入りました、あ、雪がないね、もう雪ないんだよ、全然ないんだよ、あぶっこも食べたいね、ああ、この通りじゃん、あと灰焼きおやきな、うん、あそこも日帰り温泉あるしさ、あ、そうだ ね、 ね、確かにあそこいいよね、うん、穴場的なね、うん、あそこ行く今日、そこは日帰りやってたよね、そこ行ってみようか、ここら辺からじゃなくて、そうそうそう、あそこ行ってみようよ、なんていうとこだったっけ、中条のとこから行くんだよね、そうそう、な、焼き餅屋っていうところで宿泊施設があるところなんだけど、うん、レストランもね、今聞いたら、うん、おやきは6時半ぐらいまでテイクアウトだけなんだけど、 あ、 そうなんだ、あるって言ってて、今日は前カフェがあったのにね、で500円ちょっとでお風呂も入れるから、そうそう、あれ気になってたね、前お風呂入んなかったじゃん、お風呂、そうそう、レストランだけ、ね、レストランでおぶっことか食べてさ、うんうん、めちゃくちゃ美味しかった記憶があるんだけど、なんかすごい雰囲気がいい、そうそうそう、かやぶきでね、うん、まあ、そうしよう、そうしよう、あだった、道の駅中城、ここから行くの、うん、向こう側に行くから、お、焼き餅屋、そ
4.5 キロ。ここから帰ってくんだよね。細いな。あれ前なんだ、小さい車で行った？前はそうだね、小さい車で行った。だからか。いや全然道気にならなかったんだけどさ。大丈夫、前にいるから。雪がちょっと残ってる。本当だ。ここら辺まで来ると、よいしょ。見えました、上に。なんか屋根のところ、すごいよね。はい、到着です。すげえよ、道が。着いた。あ、貸し切りかもしれない。あ、一台、あ、何台かいるじゃん。空いてる。空いてるね。でも知る人ぞ知る温泉。本当そうだよね。行ってみよう。春っぽいよね。チュンチュン泣いちゃってさ、もう雪が溶けましたっていう感じの、本当にもうだって新潟でさあれ出てたじゃん、吹きの塔ね。大騒ぎしてた。うわ、早いわって言ってね。音が出てる。そう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 。クリアびっくりする。するよね。2月の上旬だから。1月末だよ、あれは。そうそうそう。はい、着きました。あそこが温泉かな。ここから入るの。どっちか。多分。ここから聞いてみる。はい。はい、焼きお焼き買ってってもいいね。そういうことか。おやきカフェは14時までだった。14時までなんだね。終わっちゃったんだね。そういうことか。なるほどなるほど。テキカットはできる。うん。買おうか。うん。ね。すごいね。こっちだって。貸し切りかもね。ね。ここか、お風呂は。じゃあ出たらあの椅子に座ってるね。うん、はい。最高でした。さあ、もらったよ。美味しそう。おお、美味しそう。ね。ピリ辛と野沢菜。車に行って食べましょう。うん、はい、はい。気持ちよかったね。そうでした。そこだよね、露店も。ああ、いいお湯でした。貸し切りだったね。ね。完璧な貸し切りだった。アルカリ性の。冷光線って書いてあったね。そうそう、冷光線なんだ。透明だったけどね。そうそうそう。うん。ピリ辛のざわな、ほら。おお、刻印が入ってるじゃん。ピリ辛。すごい、そこにも刻印。野沢菜。野沢菜って感じ。すごいね。結構重いよ、ずっしり。いいじゃん。はい。どうぞ。いただきます。うん、手で割れる？無理かな。あ、いい香り。お、ちょっと難しいかな。食べちゃう。かじっちゃうか。6時半まで買えるっていいね。うん。ね。すげえ具だな、これまた。中身がいっぱい出てきた。すごいね。うん。それはどっち？ピリ辛？ピリ辛。じゃあ俺野沢菜からもらい。すごい具。